どういうことでしょう。ケビンさんがこんな場所にいるなんて聞いたこともありませんよ。ただの人違いでしょうか。私だって初耳よ。ケビン先輩もベクターに入社する前のことは話してくれなかった。でもレアリエンの構造学に詳しかったり、ヒルベルト・エフェクトの理論構築をしたり、ミズラヒ博士の助手をしていたとしたら、それらも納得できるわ。